今度はまあに行きますね。じゃあ短い縦、少し伏せるぐらいの位置、ちょっと内側に入ったところから立ち気味に払ってきますね。じゃあちっちゃい木を2つ書きますが、右の方がやや大きめでいいかな。そしたら中心あたりから横に広いですね、縦よりも横を長く、縦を書いて閉じて、中心のすぐ右から左よりも下がらないようにして抜いていきます。じゃあ結構くっついたこのあたりからカタカナのムを